ジェームス・アーヴィンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州ハンキントンビーチ出身。レイン MMA 所属。元 WEC 世界ヘビー級王者。2003年6月1日、グラディエーターチャレンジで総合格闘技デビュー。2004年8月20日、WEC11 の WEC 世界ヘビー級王座決定戦で、ジョディポフと対戦し、 TKO 価値を収め王座獲得に成功した。10月21日には、フセイン・ムシャニを破り初防衛を果たすも、その後は UFC と契約したため王座を返上した。2005年2月5日、UFC51 で UFC 初戦を迎え、マイク・カイルに小負け。8月20日には UFC54 でテリー・マーティンと対戦し、小勝ち。 2006年1月16日、アルティメットファイトナイト3で、ステファン・ボナーに1本負け。2007年5月26日、UFC71 で、シアゴシューバに、TKO 負けを喫した。12月29日の UFC79 では、ルイス・カーニに失格勝ちとなった。2008年4月2日、UFC ファイトナイト、フローリアン VS、ローズンで、 ヒューストン・アレクサンダーと対戦し、開始8秒右スーパーマンパンチで小勝ち。UFC 最短試合時間帯記録となるとともに、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年7月19日、UFC ・ファイト・ナイト・シルバ・ VS ・アービンのメインイベントで、世界ミドル級王者アンデウソン・シューバと、ライトヘビー級契約で対戦し、パウンドで小負けを喫した。 試合後の薬物検査で、アービンから、禁止薬物であるメサドンとオキシモルフォンの陽性反応が検出された。2010年3月21日、1年8、ヶ月ぶりの試合となった UFC オンバーサス、ベラビエスジョーンズで、アレッシオ・サカラと対戦。サカラの左フックが、アービンの右目に当たり試合は中断。審議の結果、正当な拳による攻撃だと判断され、 レフェリーストップによる TKO 負けとなった。2010年8月1日、UFC ライブ、ジョーンズ VS、マットシェンコでイゴールポクライエクと対戦し、チョークスリーパーで一本負け。3連敗となり、UFC からリリースされた。ありがとうございます。